こんにちは、かっけんです。ちょっと見てもらえば分かると思うんですけど、ちょっと新たとまやぎかさんがいないんですけど、まぁ、ちょっと二人とも体調不良ということで、予定してた企画とは別のことをやりたいと思いまして、この間の動画を見てくださった方は分かるかもしれませんが、一応、劇坂内のクイズ大会を制して、まぁ、知識王になった自分が、まぁ、2021の情報も出たので、黒玉昇格と金玉昇格になる選手をこれから予想していきたいと思います。まず黒玉になりそうな選手を3選手紹介したいと思います。まず最初にこちらのインテルのラウタロ・マルティネス選手です。まあそうですね、まあ、一応メモったんでちょっとそこも見ていくと、31試合で13ゴールという、まあ、リーグ戦で活躍していまして、まあ総合値も83ですし、ラインブレーカーで、まあ、あとバルセロナにね移籍するんじゃないかという噂もある選手なんで、まあそうですね、バルセロナ行ったら、まあそこのパートナーシップの、まあ関係とかもあって、総合値も2位ぐらいだったら多分上げてくれる可能性もありますし、まあもともとリーグ戦でも活躍してる選手なんで、まあこれが第一候補ですかね。まあラインブレイカースワレスしかいないしね、インテルからバルセロナに入ったら、まあスキルも豊富ですし、活躍してくれる選手じゃないのかなというふうに思います。なんて、ルカクと、ツートップ組んだりしてるんで、まあ、結構そういうコンビネーションっていうか、っていうのが、まあ、そんな自分も試合見てないんですけど、まあ、そういう CL とか見てるときは、そういう印象がありますね。と、次に紹介するのが、このセビージャのルーカス・オカンポス選手です。まあ、そうですね、この選手はセビージャに入ってから、なんか結構活躍し始めたなっていう印象があって、まあ、そうですね、得点ランクも結構上位、6位ぐらいの、方にいた選手で、成績の方がですね、まあ、リーグ戦33試合で14得点している選手で、まあ、そうですね、まあ、今、まあ、ウィーレの方で見ると、まあ、スパサブとか持ってて、オカンポス選手が所属しているセビージャは順位が4位で、まあ、CL の出場権も獲得しているところで、結構、まあ、自分レアルが好きなんで見るんですけど、その時も結構厄介な相手だったので、それで得点もしてるんで、まあ2ぐらいだったら簡単に上がってくれるだろうということで2人目を挙げました。黒玉なりそうな人3選手目、最後はマルティン・ウーデ・ゴーア選手です。まあそうですね、まあ自分、まあ何回も言ってるんですけど、レアル・マドリーが好きで結構この選手を期待してるんですけど、まあ、やっとここまで上がってきてくれたって感じですね。まあ16歳からレアル・マドリードトップデビューして、まあずっとレンタルで、まあ苦労人の一面があるんですけど、まあ最近やっと才能を開花して31試合4得点という感じで、まあどちらかっていうと得点よりも、まあ、チャンスメーカーみたいな感じのプレイヤーなのかなっていうふうに思いまして、スペインカップって言えばいいのかな、まあカップ戦でレアルと当たってそこでも得点もしましたし、チャンスメイクもしてて、まあ、そういうパスもできればちょっと得点もできるようなタイプの選手なんでね、まあスキルもたくさんありますし、まあ今後、まあまだ21歳なんでね、まあそこら辺含めて、まあ来作では85になる選手かなと思います。個人的にはなんか、レアル以外で CL 出たそうな雰囲気があるのかなっていう、個人的には。久保と比較すると、久保はなんか戻りたがってる印象があるんですけど、ウーではそんな、なんか、俺は戻らなくてもまだやっていけるよ的な、なんかそういう匂いがするじゃないですけど、なのかなっていうふうに思いました。と、次になんですけど、まあ、黒玉じゃなくて、まあ、ギリギリ黒にはならないけど、まあ、上がってくれるだろうっていう選手を紹介、まあ、2人紹介したいと思います。と、まず1人目が、アクラフ・ハキミ選手です。まあ、この選手も、レアル・マドリードにいて、ドルトムントレンタル行って、で、まあ、来シーズンからインテル加入が決定してる選手で、サイドバックをやっていて、ドルトムントの今シーズンの試合が33試合で出場し5得点。で、まあもう一つ情報があって、CL、チャンピオンズリーグで、まあ8試合出て4得点取ってるっていう、まあ得点ランキングも結構上の方にいるんですよね。ディフェンダーにもかかわらず。まあその選手が来シーズンからインテルにプレーして、インテルが多分3バックなんで、サイドハーフでやって、さらに得点能力が爆上がりするのかなっていう風に期待を込めて、黒玉にはならないけど、能力値が上がりそうな選手に選出しました。はい、そして2人目、昇格しそうでしなさそうな選手、2人目がザニオーロ選手です。
まあ、そうですね、この選手も若くてアンダー世代の代表で呼ばれてる人なんですけど、まあそうですね、まあ、能力見ても結構強いですし、あとまあ20歳なんでね、20歳ですしスキルもたくさんあって、あといろんなクラブが結構やっぱ注目してる選手の一人なのかなっていうような印象があります。まあゲームとは関係ないけど、まあよく練習とか遅刻したりするちょっと悪いやつなんで、そこを改善して、まあ、プレーの質を高めてくれたら、さらに黒玉昇格は見えてくるのかなっていうふうに個人的にはそう思いますね。次に銀から金玉に昇格するしそうな選手を3人また挙げていきたいと思います。最初の1人目がこのレガネス所属のオスカル・ロドリゲス選手です。まあ、そうですね、まあ、顔がちょっとモブ顔が残念なんですけど、まあ、この選手も21歳若手で、30試合出場し9ゴール2アシストっていう、まあ、結構若手の中でもブレイクしてる選手なのかなっていう印象があって、まあ、この選手結構プレスキック、フリーキックが得意な選手で、何点かはちょっと覚えてないんですけど、フリーキックの決定率が高めな印象があって、今シーズンレガネスで所属してたんですけど、あのレアルマドリードからレンタルでレガネスへ行ったんですけど、まあ、また違うところはステップアップするというふうに言ってたので、まあ、もうちょっと上のところ行って、まあ、さらに、まあ、久保のように活躍してくれる選手ではないのかなと思い、この選手を挙げました。はい、2人目がレアルマドリード、マドリーチャマルティン2人目がマドリーチャマルティンのホドリゴ選手です。まあ、そうですね、まあ、79なんで1ぐらいはすぐ上がると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、今シーズンの活躍も、まあ、リーグ戦の方はそんなに出れてないですけど、まあ、CL とかでもね、多分皆さん記憶にあると思うんですけど、あのガラタサライ戦で、まあ、長友選手とマッチアップしてハットトリック決めた選手なんで、まあ、多分そこもコナミさんは評価してくれるだろうということでこの選手を挙げました。まあ、ビニシウスと結構比較されがちなんですけど、まあ、ビニシウスも、まあ、エルクラシコバルサ戦で決めたり、まあ、最近も結構調子上げてきてるんで、ビニシウスが上がればホドリゴも上がるんじゃないのかなというふうに思いまして、2人目はこの選手を挙げました。はい、最後がこのフランスリーグニースの、サール選手です。そうですね、まあ、この選手は結構、まあ、自分も移籍情報とか見るんですけど、この選手がいろんなところから結構注目を浴びているのかなというふうな印象があります。そうですね、まあ、20歳ながら19試合、まあ、約リーグ戦は半分出てるんで、まあ、そこも評価されてたらすぐ金玉になってくれるのではないのかなというふうに思います。まあ、あと金玉になれば、まあ、この能力値を見ても分かる通りスピード瞬発が80に乗っかってくれるので、まあ、そういう有能金玉、まあ、多分その2021始まった皆さんが紹介すると思うんですけど、まあ、その第一候補がこの選手じゃないのかなというふうに思います。まあ、そうです、まあ、リーグ戦も得点してるので、まあ、ジャンプやヘディングも黄色になってるんでね、まあ、そこが若干上がってきてくれたら、まあ、有能金玉として、まあ、スキルもマンマーク、インターセプト、闘争心を持って、まあ、90分戦える選手なのかなというふうに思います。こんな感じですかね、能力予想に関しては。まあ、実際に2021出た後のこの能力値を見てって、まあ、これが当たれば、まあ、クイズの知識を名乗れる資格があるのではないかなというふうに思います。というわけで、合計8選手を個人的な見解でちょっと予想をしていきました。ですね、まあ、今自分が紹介した選手以外にも、もしなんか上がりそうな選手とかいましたら、まあ、そうですね、まあ、個人的にはそのハフェルツとか、まあ、そういうビッグネーム以外の、まあ、多分サッカー見てる人だったらこの選手全員知ってると思うんですけど、まあ、そういうビッグネームも含めて、まあ、それ以外の、まあ、若手とか、まあ、そうですね、まあ、35歳ぐらいだけど上がりそうな選手とかいましたら、コメント欄の方でもぜひ教えてください。まあ、そうですね、自分はいつもチェックしてるんで、まあ、良さそうな選手がいたらすぐピックアップして21のマイクラブ取りたいと思うので、そちらの方もよろしくお願いします。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。